こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、では今日はですね、モテ確定脈なしサインというお話をさせていただきたいと思います。はい。で、脈があるか本当に気になる、女性がね、実際に脈があるのかってすごく気になると思うんですよね。で、脈があるっていうことがわからないと、なかなか前に進むことってできないと思うんですよね。で、本当に前にね、脈があるとわからないって思って進めない、先に進めないのは、ま、悪いことではなくて良いことだったりします。だけど、何がいけないかって、脈がない、ね、脈があるかわからないから、そのまま行動を起こさないっていうのがダメなんですよね。でも、今、脈がなくても大丈夫ですので、ただ今どういう状況なのかっていうのを把握した上で戦略を変えてアプローチをかけるっていうことがとっても大切になってきます。では今脈があるのかないのか、女性っていうのは脈があるかないかっていうのを出してますので、そのサインを、今日は5つお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらご登録いただいた方には3つのモテる動画を無料プレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。クラブハウスも始めました。ぜひ、フォローしていただけると嬉しいです。はい、では脈なしサインは一体何なのか。まず一つ目はですね、質問をしないっていうことです。女性ってすごくわかりやすくって、あなたのことが好きだなって思ったら、あなたのことを知りたい知りたい知りたいって思うわけですね。だから質問を必然的にしてしまうんですよ、あなたのことが知りたいから。でもあなたのことを聞かない、あなたに対して一切質問をしないっていうことは、まだ脈がないっていう可能性があります。ただまだなだけなのでね、これから頑張れるので安心してください。そして2つ目はですね、毎回 LINE の返信が遅いっていうことですね。女性は好きな男性から LINE が来たらとっても嬉しくてすぐ返してしまうんですよ。なんなら男性よりも女性の方が心待ちに LINE を待ってるっていうことが多いんですよね。ね、あの好きな人の LINE が早く来ないかなっていう風に思っているっていうのは女性の方が圧倒的に多いです。っていうのも、女性の方が、マルチタスクといって一度にいろんなことを考えられたりする脳みそを持ってるんですね。男性はモノタスクといって、一個のことを一個集中するっていう脳みそが多いんですけれども、女性の場合はいろんなことを考えることが得意だったりします。もちろん全員ではないですけれども、多くの女性が一度に仕事をしながら好きな人のことを考えたりとか、電話しながら、ね、違う人と電話しながら好きな人のことを考えたりとか、そうやっていろんなことを常に考えることができるんですね。一度に同時に考えることができます。なので、圧倒的に男性、好きな人のことを考えている時間っていうのが多いんですね。なので、好きな人から LINE が来たらもう速攻返すっていうことをやる女性が多いので、毎回返信が遅いっていうことはあんまりあなたの LINE を気にしていないっていうことにもつながります。ただ今来なくても大丈夫ですので安心してください。今脈がないだけです。はい、そして3つ目はですね、いつも忙しいです。いつも忙しいというのはどういうことかというと、お誘いをしてもいつも忙しいって言っているっていう意味ですね。女性っていうのは好きな人ができた時に、いつも忙しくて立ったとしても予定を空けるんですよ。何が何だって優先順位が好きな人になりますので、自分が他の予定がたくさん詰まっていたとしても、この機会を逃してしまったらあなたが自分から離れていってしまうんじゃないかっていう風に思うから、もう何が何でも予定を空けるんですね。例えばあなたが月曜日どうですかって聞いて、あ、月曜日ダメなんだけれども、でも、じゃあ来週の月曜日はどうですかとか、必ず女性の方から提案
案がある、もし忙しかったとしても女性の方から提案があれば脈はあるっていうことになるんですけれども、いつもすみませんその日忙しくて、すみませんその日忙しくてと言って代案がない場合はまだ脈がないというふうに思っていただければと思います。はい、そして4つ目はですね、同じことを質問されるということですね。同じことを聞かれる、質問されるということは相手の話をちゃんと聞いていないということになります。最初に言ったように、女性っていうのは好きな人ができたらその人のことを知りたいっていうふうに思うので、話の内容っていうのをねよく覚えているんですね。大体女性の脳みそをね、脳の仕組みからして会話というものを大事にしていて、男性よりもその会話記憶というものができる構造になっているんですよ。なのに同じことを聞かれる、何度も聞かれるっていうことは、あなたの話をちゃんと聞いていないということになります。なのであなたの話をちゃんと聞いていない、同じことを何度も聞かれるっていうことはまだ脈がないと思っていただければなと思います。そして5つ目はですね、携帯をいじるです。やっぱり女性は好きな人がいるともう好きな人に集中したいんですね。たとえ仕事の電話が来るかもしれないと思っていても、今目の前にいるあなたに集中をしたいと思うんですよ。そして私のとあなたの時間を邪魔しないでって思うわけですね。なので好きな人がいる場合は携帯はもうバッグの中に入れちゃってたりします。もちろん取り出して何か一緒に調べるとかだったらあり得るんですけれども、なんかこう会話とか関係ないことを、携帯でいじってたり LINE をしていたりとか、関係ない会話とは関係ない内容の、ものを見ていたりとかする場合っていうのはまだ脈がないって思っていただければと思います。はい、ではおさらいしますね。まず一つ目は質問をしない。そして二つ目は毎回の LINE の返信が遅い。そして三つ目はいつも忙しいと言われてしまう。そして四つ目は同じことを聞かれる。そして五つ目は携帯をいじってしまう。でこれの5つがあるの場合はまだ脈がないという可能性がありますので、ぜひね新しい戦略を立てる、これがダメというわけではなくて違う作戦でアプローチをすればうまくいくと思いますので、ぜひ、やってみてください。でデート中ね、無意識で言ってしまって嫌われてしまうっていう言葉があるんですね。でこの言葉っていうのははっきり言って人間関係全般でね嫌われる NG ワードだったりします。でもしあなたがデート中にその言葉をうっかり言っちゃったりとかしてたら、もう二度と会いたくない、あなたとはもう無理みたいな風にね思われちゃう可能性があるんですよね。なのであなたがデートでね絶対に失敗しないように、今回は言ったら失敗する言葉5選というお話をさせていただきたいと思います。はい、では言ったら失敗する NG ワード5選。まず1つ目、でもとかだってですね。これは言い訳否定ワードとも言うんですけれども、相手が何か言った時にでもなんとかだよね、だって何々じゃんみたいな感じで、とにかくこれって共感から離れる言葉なんですよね。あなたの意見は間違っている、え、自分の意見を言い訳したいという時に使う言葉です。で結構ね、でもっていう言葉を私もね、え、でもそうだよねって、でもって言って肯定しちゃう時があるんで気をつけてるんですけど、でもって基本的に否定ワードなんですよね。なのででもとかだってとかいう言葉を結構使ってしまうなっていう人は意識することが大事かなって思います。私もたまに言っちゃったりするんですよね。だっては言わないけど、でもほらまたね声が出れでもって言っちゃうとね、あんまり良くないので、自分の中で言う分にはまあいいかなって、適切な時もあるんですけど、相手が言ってることをでもで否定するっていうのはもう超最悪なので使わない、言ってしまったら訂正をするっていうことをね意識するといいかなと思います。はい、そして2つ目、意味ある？意味なくない？っていうことですね。結構男性って
物事に意味というものを求めるんですけど、女性の会話ってほぼほぼ意味がありません。ただ喋ってるだけなんですよね。で、女性の脳みそっていうのは言葉で発することによって頭の中を整理してるんですよ。だから基本的に意味がなくって、それを羅列していろんな情報の回路を喋りながらつなげているだけなので、取り立て意味がなかったりします。でも男性っていうのは意味を持って喋る人の方が多かったり、意味がないことについては喋らない。基本的に狩りをする動物だから言葉がそんなにいらないですよね。なので意味のあることだけを口に出すっていうね、傾向があるんですけど、意味あるっていう風に聞かれると、自分のその生物的な回路を否定されてるようなね、気持ちになりますので、無意識がね。なので意味あるっていう言葉は言わないようにしてください。はい、そして3つ目、どうせです。で、どうせの後って大体否定形の言葉が来ると思うんですよね。どうせ俺は何々できないとかね。これもどうせできないっていう言葉を多用してたりとか、どうせまた騙すんでしょうとか、どうせそれリップサービスでしょうとか、どうせの後ってポジティブワードってほぼほぼ来ないケースが多いと思います。なので、そのどうせという言葉でネガティブワードをくっつけることによって、相手にすごく嫌なイメージっていうのを持たせるんですね。なので、これは自分にも問いかけないでください。どうせ俺はできないと思ってたら、どうせ俺はできない人になるので、どうせっていう言葉も極力使わない。使ったらちょっと訂正をするということをね、していくといいかなと思います。はい、そして4つ目、どういう意味っていうことです。さっきも言ったように、女性に意味はないことが多いので、もちろんあるやつもあるけど、ないやつもいっぱいあるから、どういう意味って聞くと嫌な気分になっちゃうんですよね。え、それどういう意味って聞くんじゃなくて、あ、ごめん、俺ちょっと理解力が悪くて理解ができないから、もう一回言ってもらってもいい？で、自分を悪者にする感じね。これも言葉の使い方、言ってることは一緒なんだけど、まず最初に自分の理解力がないと悪者にすることによって、相手はその意味がわからないことを伝えやすくなるんですよね。あ、ごめんごめん、私の方がちょっと伝え方が下手でごめんねってなるんですよ。男性って無駄な言葉を省いて直球で伝えがちなんだけど、女性はこう共感共有で共存する、仲良くいる共同体の生き物だから、直球で伝えるよりもまろやかにね、回りくねてこねこねして伝えた方が、ネガティブな時はいい、ポジティブな時はストレートでいいんですよ。男性逆なんですよ。君のことが好きとか、そういう時はすごいこね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 遠回りで伝えるのに、なぜかわからないこととかはド直球で伝える。逆です。で、好きとかそう会いたいとかはド直球で伝えて、そのネガティブ系のことはこねこねして伝えるっていうことを頭に入れておくと、これはね、夫婦になってからも彼女ともすごくいい関係が作れますので、覚えておいてください。はい、そして5つ目、違うです。結構ね、男性違うという言葉を使う人が多かったりするんですけど、例えば1たす1は3は違うけど、相手の感覚に違うはないんですよ。相手の感覚は 100% 正しいのね。だって自分の感覚と違うのなんて当たり前だし、相手の感覚だったらいいも悪いもないんですよ。それを自分と違ったら、自分とは違うは OK だけど、あなたの感覚間違ってるっていう言い方をする人すごい多いんですよね。なので、相手を否定して好かれることは1ミクロンもありませんので、違うっていうこともね、封印するといいかなと思います。はい、ではおさらいしますね。言ったら失敗する NG ワード5選、まず1つ目、でもだって、2つ目、意味ある、3つ目、どうせネガティブ、そして4つ目、どういう意味、5つ目、違う。これ人間関係において使うと嫌われるワードですので、もし自分がよく使ってしまうというようであれば、気をつけて改善するということをしていただければなと思います。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。